外国格付け会社宛て意見書用紙1記者による日本国債の格付けについては当法としては日本経済の強固なファンダメンタルズを考えるとすでに低すぎさらなる格下げは根拠を欠くと考えている記者の格付け判定は従来より定性的な説明が体象である一方 客観的な基準を書き、これは格付けの信頼性にも関わる大きな問題と考えている。従って、以下の書店に関し、記者の考え方を具体的、定量的に明らかにされたい。かっこ1、日米など先進国の自国通貨建て国債のデフォルトは考えられない。デフォルトとしていかなる事態を想定しているのか。 2、格付けは財政状態のみならず、広い経済全体の文脈、特に経済のファンダメンタルズを考慮し、総合的に判断されるべきである。例えば、以下の要素をどのように評価しているのか。マクロ的に見れば、日本は世界最大の貯蓄超過国。その結果、国国債はほとんど国内で、 極めて低金利で安定的に消化されている日本は世界最大の形状黒字国再建国であり外貨準備も世界最高3各国間の格付けの整合性に疑問次のような例はどのように説明されるのか1人当たりの GDP が日本の3分の1でかつ大きな形状赤字国でも 日本より格付けが高い国がある。1976年のポンド危機と IMF 借り入れのわずか2年後、1978年に発行された英国の外債や双子の赤字の持続性が疑問視された1980年代半ばの米国債はトリプル A 格を維持した。日本国債がシングル A に格下げされれば、 日本より経済のファンダメンタルズではるかに格差のある新興市場国と同格付けとなる2以上の疑問の提示は日本政府が改革について真剣ではないということでは全くない政府は実際財政構造改革をはじめとする各班の構造改革を真摯に遂行している同時に格付けについて 市場はより客観性透明性の高い方法論や基準を必要としている。